ディミトリ・バシリエフは、ソビエト連邦・バシキール自治、ソビエト社会主義共和国・ウファ出身のスキージャンプ選手。1998年12月20日にハラコフで、スキージャンプワールドカップにデビューしたが46位に終わった。翌1999年、ノルディックスキー世界選手権では、ラージヒル39位、ノーマルヒル60位、2000年、 スキーフライング世界選手権24位と目立った、成績は残せずにいた。2001年元旦のスキージャンプ週間、第2戦ガルミッシュパルテンキルヒエンで、初の表彰台、自己最高の2位となった。しかし、次のインスブルックの試合におけるドーピング検査で、アナボリックステロイドの使用を隠蔽する効果がある、利尿剤ジウレチカの陽性反応が出たため、スキージャンプ選手として、 初めて出場停止処分が課せられた。2003年1月6日にワールドカップに復帰するも44位。同年の世界選手権では、ラージヒル32位、ノーマルヒル49位に終わった。2006年のトリノオリンピックでは、ノーマルヒル10位、ラージヒル17位、団体8位。ワールドカップ総合では2008から2009シーズンの5位が最高位。 2015年1月のワールドカップジャンプビケルスン大会のフライング予選で尻餅をつきながらも 254M のジャンプ史上最長距離を飛んだ。ありがとうございます。